どうも、ケイテリ小田圭一です。今回はケイテリメンバー初の女性ゲストに来てもらいました。るいちゃんです。初めまして。よろしくお願いします。お願いします。テニスも上手くてトレーナーの資格もたくさん持ってるみたいで、ただものじゃないみたいなんですよ。そうですね、勉強しました。勉強しました。勉強しました。いいな、俺はできないからね。俺はテニスしかやってなかった。今大学生で。そうですね、うん、大学4年生。大学4年で、来年実業団で選手とトレーナーと頑張るってことで、はい、全日本選手権を目指すということで、はい、頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。最初ちょっとフィッティングやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。Thank you.
すごい良くも悪くもてかあれだね、全部スイングしてる、うん、ラリーしてて久しぶりにこんな速い球打った。特に女性だとなかなかこの球打てる人いないから、はい、だからこの、いい時の状態を多分継続っていうか維持することができれば絶対全日本、出ることができると思うし、フットワークとかその辺を多分ね、うん、鍛えていくと、まずは、はい、うん、フィジカルから、ね、うんうんうん、じゃちょっと今度ラリーからのちょっと一連の展開練習をちょっと疲れてしまう、そうですね。なんか動かされた時やっぱちょっとフィジカルがまだついてきてる。あ、そうそう、軸がぶれない、上半身、ちょっと上半身と下半身が連動しなくなって、うん、ったり、あと意外と速いボールとかの方がうまくてゆっくりふわっとボール結構めっちゃ、あれもでもやっぱ足だと思うから、やっぱり力がない緩いボールって反発しないから、自分からの力で結構その場でこう緩いボールみたいな、ゆっくりしてる、まあ、でも結構かわきれいにこう蹴るんだけど、緩いボールみたいな、ゆっくりした方が例えば下半身の自然に使えてバランスがいいと思う、時間なくなって、うん、伸びしろ、伸びしろだよ、伸びしろ、伸びしろです。有名になりますよ、彼女は。有名になりますよ。楽しみだな。じゃあちょっと一回休憩しましょう。はい、みんなチャンネル登録してね。おー、いいね、いいね。